ありがとうございます。こちは。いずこです。それでは今回なんですけども、三井住友カードブラックフライデーが超熱い件ということで、今回は三井住友カード関連ですね。この動画では三井住友カードに関するキャンペーンやちょっとした情報についてまとめました。キャンペーンのリマインド含めて解説しますので、普段から三井住友カードを利用されている方は絶対見ておいた方がいい動画となっていますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは。 行ってみましょうということで、今回は全部で8個に分けてお伝えできればと思うんですが、ちょっと数が多いので、サクサクっとお伝えしていきます。まず一つ目がタイトルの通り、ブラックフライデー b イ三井住友カードということで、それがこちらでございます。ブラックフライデー b イ三井住友カード、エントリー税込み5万円以上の利用で、V ポイントがなんと必ず1000ポイントもらえちゃいます。さらに、5万ポイントが抽選で当たるチャンスということで、こちらのキャンペーン、まず気をつけてほしいのは、エントリーが必要とはなるんですけども、 4日間限定のキャンペーンとなりまして、こちらのキャンペーン期間2023年の11月23から11月26の4日間となります。なので、まだこの動画はアップしているのが11月7日で、キャンペーン自体は始まっておりませんので、ここだけまず気をつけてください。なので、まず参加するためにはエントリーを行いましょう。では、得点の内容を細かく見ていきましょう。条件達成で V ポイントが必ずもらえる。通常得点で1000ポイントをもれなくプレゼント、そして特賞として5万ポイントを 抽選で30名にプレゼントということですね で、参加する際に気をつけてほしいのは、まずここですね。特典還元は通常特典特徴それぞれ本会員、お一人につき、一回限りですということですね。あとはもう一つこちら、複数枚の対象カードでのご利用や、家族カードのご利用は、本会員、お一人様のご利用として、すべて合算して集計がされますということで、もし参加する際は、こういったところ、絶対に気をつけてください。あとはここも重要ですね。ご利用店舗から弊社宛てにお買い物伝票の到着が遅れた場合、当キャンペーンの集計対象となりませんと。なので、 今回のキャンペーンまでにご利用いただいたお買い物のうち、12月の8日までに弊社宛に届いたご利用分が対象となると。まあ、なのでま、このキャンペーン期間であれば大体ここまでには間に合うかと思うんですけども、決済するものによってはもしかすると遅れるかもしれないということかなと思います。そして先ほども申し上げたように、条件達成された方には必ず V ポイントを1000ポイント申呈されるということで、まあ、還元率の計算をすると1000割ることの5万円なので2、2%還元ということになりますね。 なので、え、2%還元って意外としょぼくねって思う方も中にはいらっしゃるかと思うんですが、冷静に考えて、クレジストカードの基本還元率は、まあ1%還元っていうのが多いと思うんですが、2%還元っていうのはなかなかないと思いますし、V ポイントを普段から貯めてる方からすれば、全然ありよりのありのキャンペーンかなと僕的には思っているところではあります。ちなみに僕も100%参加する予定でございます。まあそういった条件を達成した方が1000ポイントもらえて、もし特賞が当選された場合は、付与額は5万1000ポイントということで、もうこれについてはね、5万ポイントについて、 については当たったらラッキーかなっていう感じで取り組みましょうで付与される日程は2024年の2月末までに付与がされるということでございます次にキャンペーンの対象カードなんですけども下記のビザマスターカードブランドのクレジットカードをお持ちの個人会員様が対象ですということで一覧見るをクリックもしくはタップするとオリーブのフリクシュルペのプラチナプリファードオリーブのゴールド通常のオリーブのフリクシュルペこれも三井住友カードプラチナとかプラチナプリファードプラチナプリファード nl 三井住友カードゴールドゴールド nl とかあとは少し下がってい いくと通常の三井住友カード NL とか CL も対象となりますなのでまあこれらの三井住友カードを持っている方はですねこのブラックフライデーのキャンペーンに参加することができますのでエントリーをしてあとは条件を達成まあ、5万以上利用ということですねあとはビジネスオーナーズとかビジネスオーナーズゴールドもいけるみたいですねで、もっと熱いのがここなんですがよくあるご質問のところ読んでほしいんですけどもここから少し下がっていくとここでございますどんな利用が集計の対象になりますかということでプリペイドカードをスマートフォンアプリ V ポイント 含むや決済アプリ電子マネーなどへのチャージ利用など11月23から11月26の間にご利用いただき12月8日までに弊社宛に届いたご利用分も対象となるということですので、まあ、これがあるかないかだけでも全然違いますよねでもし電子マネーとかそういったところにチャージするときにちょっと個人的に気をつけてくださいというところがあるんですけどもそれがこちらなんですけどもいわゆるこの三井住友カードを使ってポイントがつかない一覧というページがありまして、まあ、こういったふうに一覧で出てる中でここですね モバイルスイカとか、アップルペイのスイカとか、あとモバイルパスもアップルペイおよびグーグルペイのパスモのチャージ。あとは、エディとかワンオン7個。こういったのは、三井住友カードを使って、基本還元率の0.5%還元とか、そういったものは、キャンペーンの対象外になるんですよ。ですけども、今回の、ま、ブラックライドのキャンペーンであれば、ま、5万円分チャージして、1000ポイント付与っていうのは、キャンペーンに含まれると思うんですが、基本還元率の0.5%は付与されないので、ちょっとここは気をつけてください。なので、もし、これを回避するのであれば、 例えばなんですけども、ここにあるようなところが結構いい例となるんですけども、あのー、100万円修行ですね、ゴールド NL とかの100万修行をされてる方とか、もうこのページ知ってるかと思うんですが、例えば、三井住友カード NL のマスターカードであれば aupay にチャージをしたりとか、あとはキャッシュとかいいと思うんですよ。そしたら基本還元率を0.5%も入るし、あとはブラックフライドのキャンペーンにも乗っかることもできるし、100万修行もできると。他には paypay ペペとくっつけて、おそらくショッピングしても対象にはなると思うんですけどもまあ、ちょっとここに ここについては問い合わせてないので分かんないんですが、一応いけるんじゃないかなと思います。まあ、僕が今回突っ込む予定なのはここで,ですね。amazon ギフト券の購入チャージということで、今回は僕自身はブラックフライデーの時に、ここにキャンペーン批判中に5万円分突っ込んで、そしたらブラックフライデーにも乗っかることもできるし、基本還元率を0.5%も乗っかることができる。あとはもし100万修行中の方であれば、100万修行のカウントの対象にもなるんで、まあ、どれが正解かというのはないんですけども、おそらくもうこのキャンペーンを見た時点で僕は私 ありに参加しようかなっていう風に大体頭の中で見当はついてるかと思うんでもうそれで参加してみてもいいかなと思いますなのでちょっと繰り返しにはなるんですけどももし参加する際にまあ、モバイルスイカとかにチャージをする際は基本還元率は弾かれるんで、まあ、それ以外の方法が個人的にはおすすめですよっていうことでございますまあ、あとはちょっとわかんないんですけども Amazon のブラックフライデーも今月開催されるのかわかんないんですがまあ、それに向けてチャージするってのも全然ありかなという風うに思いますねというのが1つ目次2つ目はスターバックスとビザのタッチ決済の キャンペーン。こちらは絶賛開催中のキャンペーンなんですが、スターバックスでビザのタッチ決済をすると、抽選で1万名に1000円相当の V ポイントが付与されるというキャンペーンでございます。これは対象カード限定にはなるんですけども、11月6日から始まっておりますして、11月30日までの11月いっぱいのキャンペーンでございます。キャンペーンに参加する際にはエントリーをしてください。対象カードなんですけども、V ポイントが貯まるカードのうち、ビザブランドのカードが対象となります。なので、マスターカードは残念ながら対象外となりまして、キャンペーン対象とならないカードとかも、こちらで一覧で確認する ことができますのでちゃんとご自身が参加するカードが対象カードかどうかっていうのをチェックしておいてくださいキャンペーンの流れとしてとりあえずエントリーをしてあとは1回あたり税込み800円以上のビザのタッチ決済をご利用っていうのがですね一口となるんでまあ僕自身スターバックスで利用する際は正直ですねブラックコーヒー1杯ぐらいしか飲まないのでまあご家族とかご友人とかで一緒に行く際とかに、まあ、おそらく800円ってクリアするかと思いますしまあスタバの新作とか頼んだりとかそうしたりすれば800円以上行くかと思いますんでもしスターバックスを利用される方はですねまあ当たら ラッキーかなみたいな感じでね、ねね参加すすすするぐらいがいいいいいいがととと思いまままににつててては2024年の1月末まででを持っていさせていただきますというこ対象、ね、デーポはこういったポップが出てるみたいなんで、一応レジ横とかにあるかどうかも事前にチェックして参加してみてはいかがでしょうか。次3つ目はキャンペーン情報ではないんですけども、知っておいた方がいい内容の一つなんですが、タコアトル振り替め手数料っていうのが改定されます。まあこちらは三井住友カードのあの、オリーブアカウントを利用されてる方向けの情報とはなるんですが、結構重要なですね、発表がされます。 それがこちらなんですけども、リリース記念特典として他行宛の振込手数料を回数無制限で無料としておりましたが、本特典は2023年の11月30日をもしまして終了いたしますと。となお、終了後も月3回までは他行宛振込手数料を無料でご利用いただけるほか、定額自動送金につきましては、引き続き無料でご利用いただけます。ということで、まあ、普段からですね。このオリーブ三井住友銀行を使って。 てててての振りり込みをささされれたたた方方はは月3回回ままででといいいう風ににルルールが変わりましたんで複数回利用されてた方は絶対にここを覚えておいてくださいそしてちょっと補足なんですけどもこれも結構ですね使えるサービスの一つなんですがまた個人宛てに送金する場合はコトラ送金をご利用いただくと1回あたり10万円以下の送金が他行宛て含めて手数料無料となりますのでご利用くださいということでまあ少額のですね送金をされる方はこのコトラ送金めちゃくちゃ使えるサービスではありますんでぜひね 大人送金詳しくはこちらってとこをクリックするとコトラ送金のね。説明ページが出てきますんで、ちょっと利用検討されている方はこういった方法もあります。よってことで覚えていただければと思います。ここからはキャンペーンのリマインドです。4つ目 v ポイント祭りということで、もうこちらのキャンペーンほとんどの方がエントリーしてると思うんですが、v ポイント祭り抽選で最大5万ポイント還元。さらに飲食店の利用で2人に1人 v ポイントが当たるというキャンペーンなんですけども、11月30日まで開催中でキャンペーン期間中にエントリーの上、各月合計税込み1万以上ご利用いただくと。 抽選で最大5万円相当の V ポイントが当たるというキャンペーンでございますさらに対象の飲食店でスマホのタッチ決済を各月合計税込1万円以上のご利用で抽選で2人に1人500ポイントが当たるダブルチャンスというのもありますなので先ほど紹介したのはブラックフライデーのキャンペーンと合わせて使うというのも全然ありかなと思いますで特典の内訳はこんな感じで1等から3等まであって3等が100ポイント30名2等が1000ポイント3000名そして1等が5万ポイント150名という感じになってるんで 抽選にはなるので当たったらラッキーかなみたいな感じでとりあえずエントリーをしましょう。で、先ほどお伝えしたダブルチャンスについては条件1、2の達成に加えて対象の飲食店でスマホのタッチ決済各月合計税込1万円以上の利用なんでちょっとハードル高いんですけども対象店舗で例えばマクドナルドとかサイゼリアガストバーミヤンとかまあご家族とかはご友人とかで一緒に行く時にですねもうご自身で決済すればおそらく1万円以上は引くかと思いますんでまあそれでこのダブルチャンスも狙っていいと思います。この V ポイント祭りについてはどんな利用が抽選の対象になりますかいうこと でここも結構熱くてプリペイドカードや決済アプリ、電子マネーなどへのチャージ利用、あとは三井住友カード、積み立て投資やインティシーとか各種高級料金の応も対象なんで、もうフリーパーバーめちゃくちゃ広いんですよね。なので先ほども申し上げたように、一番最初にお伝えしたブラックライデのキャンペーンとこの V ポイント祭りも組み合わせて参加することができるんで、ぜひというかもう絶対にエントリーをしておいてください。というのが4つ目、5つ目選べる保険アンケートキャンペーンということで、もうこちらのキャンペーンも5分もかからず終わるんで、もうまた ややっってないい方はもうすぐやっちゃいましょう選べる無料保険、プラン追加記念、アンケートキャンペーンで、キャンペーン期間は11月30日までで、 1 10名に1 100 1000 1等100名に1000ポイント3 1万名ににに万ポポポポイイイインンンンンントトトト2 3とという V ポイントが当たるキャンペーンとなっておりますこのキャンペーンの対象となる方として、期間中に以下の条件を全て満たした方ということでございます。選べる無料保険対象カードをお持ちの方、おそらくね、三井住友カード NL とか、ゴールド NL とか、プラチナプリファードとか、もう対象カードを持ってる方しか多分この動画見ていないと思うんですけども、そういった方が対象で、次に選べる無料保険の保証プランを変更、もしくは選択中の保証プランを確認の上、<laughs> アンケートに回答していただくっていうことで、普段変更わざわざしなくていいんですよ。 確認だけにいいんですよね。なので、とりあえず、専用ページに入って、そこからアンケートに回答するだけでいいので、結構楽なんですよね。で、対象カードは、先ほど申し上げた通りのカードも入ってますし、それ以外のカードも入っております。で、キャンペーンの流れもめちゃくちゃわかりやすくて、こちらの専用ページから保険サービスっていうところにログインをします。そこからアンケートに回答しましょう。そして、条件達成された方の中から抽選で V ポイントがもらえて、当たった場合は12月末頃にもらえるということですんで、これもまあ、当たったらラッキーかなという感じで取り組むということなんですが、本当に めちゃくちゃ簡単に参加できるキャンペーンの一つではありますんで、ぜひこの動画を見ている方はもうサクッとトライしてください。続きまして6つ目、こちらごっさん祭りということで、結構長く開催されているキャンペーンの一つで、3月31日まで開催中でエントリーが必要となります。抽選で100名に10万円、3万名に1000円をキャッシュバック、さらにエントリーいただくと、1エントリーにつき3円を認定 NPO 法人全国子ども食堂支援センタームスビエに VJ グループが寄付しますということで、結構素敵なキャンペーンですよね。このキャンペーンの参加の流れなんです エントリーをして期間中に弊社カードを合計税込1万円以上利用すると、で弊社にいて期間中のご利用金額税込1万円を1口として抽選し当選した方にキャッシュバックがされます。で1エントリーにつき3円を結びビに寄付ということですので、まあ、こちらのキャンペーンについてもまあ、抽選のキャンペーンとはなりますので、まあ、参加して当たったらラッキーかなっていう感じでね取り組むぐらいがちょうどいいと思いますのでとりあえずエントリーをしましょう。続きまして7つ目も抽選のキャンペーンなんですが地域限定タダちゃんということでこちらは対象の地域にお住まいの方限定には なんでででですすががが人人にのの確率等等等かからいいいずれかが当たたる1等最大全額ただというキャンンペーンが12月31日まま開催中でございます今回の対象地域なんですが、北海道、宮城、そして静岡、岡山、広島、修羅の国、福岡県ということでございます。なので、今お伝えした場所にお住まいの方はですね、この対象カードを持ってる方がいらっしゃれば、とりあえずエントリーする価値は全然あるかなと思います。で、条件とすると、ご利用明細などの郵便物お届け先が対象地域に該当する方、次にキャンペーン、 対象カードでエントリーをして期間中に各月合計税込み1万以上の利用ということですねなので先ほどのブラックフライデーとかのキャンペーンと合わせても使ってもいいかもしれないですねというよりかはもうここに住んでる方はもうとりあえずエントリーしてくださいでもしキャンペーンに当たった場合については1等利用合計全額ただ上限が10万円としてこれが30名各月10名で2等1000円3等10円という感じですねで特典還元時期も結構それぞれ分かれておりまして10月使った分11月使った分12月使った分でそれぞれ当選チャンスがある みたいですのででもしししし対象のお住住まいいに住んでる方がいらっしゃればエントリーをててて参加してみては、いかかがででしょうかでは最後、おやつめ、対象カード限定複数枚お持ちキャンペーンということで、それがこちらのキャンペーンですでに三井住友カードお持ちの方限定にはなるんですが、複数枚持ちキャンペーン、オリーブフリキシュルペのクレジットモード、もしくは三井住友カード NL、NL ゴールドプラチナプリファードを新規入会スマートフォンのタッチ決済1000円をご利用で、もれなく1000円分の V ポイントギフトがもらえるというキャンペーンが、11月30日まで で開催中でございますなのでまあ今回のタイミングで複数枚持ってる方で新規入会をされた方はですねこういったキャンペーンも開催されておりますんでなのでまぜ、あ、ひ、ね、このタイミングで参加してみるうともいいんじゃないかなと思いますで、もし複数枚発行される場合例えば僕過去にこちらの動画上げておりまして三井住友カード通常の NL のビザマスターカードとかあとは三井住友カードゴールド NL のまあ、基本的な情報をアップした動画を上げておりますんでまた見られてない方は概要欄リンクにそれぞれ貼っておきますんでちょっと通常の NL 発行しようかな ととかかゴールドエンデル発行しようかなっていいい風に思思っててる方はですねぜひこちらも見ていただければと思いますといいう感じででで合計で8個でござまました、まあ、そんなこんなで今回は三井住友カードお得キャンペーンで、まあ、主にブラックフライデーのキャンペーンと、ちょっとしたキャンペーンのリマインドについて簡単でもありましたけども、お伝えさせていただきました。いや、ほんとね、先ほども申し上げましたように、ブラックフライデーのキャンペーンは還元率2%還元ということで、めちゃくちゃ還元率が高いというわけではないんですけども、確実に2%分がもらえるって考えると、普通に考えて激ツなのかなっていう風に思います。 今回はちょっっとね持ててるタイトルにさせていたただきました僕自身はとりあえずアマゾンギフト券をですね、まあ、5万円分購入して、あとはそのアマゾンギフトカードを、まだ開催されるかわかんないんですけども、アマゾンのブラックフライデーとかに使うか、または、ま、国税ペイ払いとか、そこら辺でちょっと使おうかなっていうふうに思ってるところではあります。ま、ぜひですね、今回のキャンペーンに参加しようか思ってる方は、これに決済しようかなとか、これにチャージしようかなっていうふうな動画の感想的なものがあればコメント欄に書いていただければと思いますのと、今回のキャンペーンリンクについては、 実際し順番通りにですね、キャンペーンリンク概要欄に貼っておきますんで、また詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。